その時に日本列島には縄文の人たちがいたんですね。だけどね、弥生が日本列島に来た時に縄文の人たちは全く戦わないで日本列島を明け渡してくれたんです。北に明けてくれた、南に明けてくれた人たち、日本列島はこうしてやってくる、うん、このまま行くと日本も大変だし、ちょうど今時期も、うん、大変な時期に迎えてますね、うん、やはりあの縄文と弥生を巻くリンクスという、うん、今、面白いだから面白いだから、うん、同じですよね、そのことを、まあ、やるというかな、うん、そしてその翌年琵琶湖を人間の手で抱きしめた26万4千人の人、そうだね、26万4千人が、